富士山清水港クルーズ株式会社とは、静岡県静岡市清水区にある海運会社である。鈴代グループの企業であり、カーフェリー運行のほか、清水港周辺で遊覧船事業、水上バス運行事業を営んでいる。フェリー1隻、遊覧船2隻、水上バス3隻の合計6隻を保有し、清水港と都井港を結ぶフェリー航路、 清水港を拠点とした遊覧船、水上バスを運行している。以前は、静岡県の防災船、希望の運行も受託していたが、2005年9月に休止。希望の用途廃止決定に伴い2006年3月をもって廃止、運行受託終了となった。富士号2008年5月と以降に行って撮影富士山と、県道の標識。 富士の甲板にて2019年2月撮影。静岡市の清水港と伊豆市の都以港を70分で結ぶカーフェリー、駿河湾フェリーを運行している。伊豆半島は道路整備が未発達で渋滞しがちであり、それと比べフェリーでのアクセスは快適で天候が良ければ駿河湾城から雄大な富士山を眺めることができる。2002年3月31日までは、 西伊豆フェリーとして、富士市の田子の浦港と都市港を55分で結んでいたが、利用者減少による業績不振のため航路を変更し、同年4月13日から清水港と都市港を結ぶ航路となった。田子の浦港都市港航路は当初、駿河湾カーフェリー株式会社が天城と白井との2隻で運航されていたが、駿河湾カーフェリーは廃業し、 静岡観光規制に譲渡された。観光振興を目的として2013年4月12日に静岡県道223号清水港都井線にちなんだ語呂合わせとなった。静岡県道223号清水港都井線は、清水港と都井港を結ぶフェリー航路を県道に指定したものであり、道路法上の整備や共用会して続きは取られていないため、未共用県道となっている。 この番号は以前は線と停車場スマタ共線であったが同区間が現在の県道77号線に再編された後は鉄番であった。県道の標識は会場の代わりにフェリーの甲板に設置されている。駿河湾フェリー乗船圏と JR バス関東、JR 東海バス、静鉄ジャストラインが運行する東京駅派とは、 フェルケール博物館館の清水ライナー乗車券がセットになった駿河湾産休切符の設定がある。2018年5月25日、エスパルスドリームフェリーは翌年3月31日をもって駿河湾フェリーから撤退することを発表した。その後、2019年8月22日に静岡県知事川勝平太の定例会見において、 エスパルスドリームフェリーから船舶などの施設を静岡県に無症状とする申し出があったことを表明したため、一転して存続することになった。2019年6月1日に静岡県、静岡市、下田市、伊豆市、西伊豆町、松崎町、南伊豆町が設立した一般社団法人にフェリー運営を移管、同時にエスパルスドリームフェリーへ運行が委託される。 2020年7月1日から、富士山清水港クルーズが、事業継承。駿河湾フェリー、駿河号2 0 0 3年6月清水港にて、撮影山岸ライト、総トン数490トン、全長53.0メートル、幅12.0メートル、片新3.6メートル、航海速力14.3ロット。指揮官、ディーゼル 900PS2000 客定員。 320名、春行。1970年下田選挙1971年9月、田子の浦井航路に就航。駿河総トン数1533トン、全長83メートル、幅14メートル、喫水3.8メートル、航海速力18.5ノット。最大搭載旅客数518名、大型バス14台、乗用車5台、または乗用車58台。 1998年2月、三浦造船所で浸水。1998年4月、田子の浦トいに就航。2009年、フィリピンに売却。現在は、ココリアングシッピング、フィリップナズ・オザミス。オーシャンプリンセス号2003年11月、清水港にて、撮影観光船事業として、を実施している。水上バス清水港と美穂との間では、 約90年もの間渡し船が運行されている。現在は JR 清水駅に近い江尻日野で、海島塚間間まに水上バスを運行している。以前は江尻日野で間で海釣り公園にも立ち寄っていた。現在就航している水上バスはフェルケル号と KS 号の2隻。カラーリングは同社の駿河湾フェリー、富士や遊覧船、 ベイプロムナード号と同様に、カンパニーカラーでもある、レインボーデザインに統一されている、水上バス路線バス静岡鉄道が1日乗り放題となった観光企画ギップ、スイスイ清水港マグロキップを2015年4月より、発売開始。清水市城下市のシやエスパルスドリームプラザ内の、清水寿司横丁で使用できる1000円分の食事券や、 静岡市内10カ所以上の観光施設等で使用できる観光施設利用券も一緒にセットされている。静岡県道223号清水港都井線に関するカテゴリー。ありがとうございます。